うまいな、ブレフロ。バカにしてるのは、そういうこと言ってるから口開いたから。今でしょ、今だったでしょ、言うタイミング。こんにちは、みささぎです。こんにちは。こんにちは。相変わらずだね。まあ、いつも同じ当日に全部やってますからね。いい声してますね。3本撮りですからね。うん、結構長引くらしくて、聞き苦しいところ申し訳ないですけども。うん、でも多分ね、うん、動画の順番的にね、あの、もじゃげ、元気ないもじゃげが多分新キャラとかやるじゃん。やるじゃん。で、ログライダー撮るじゃん。撮るじゃん。で、元気なもじゃげが、エクストラ1個クリアするじゃん。じゃあ、ね、タイミング的にね。で、元気なくなるじゃん。ね、ちょっとおかしいね。よくわかんないことになると思いますけど。ちなみに元気はあるんです、はい、声がえってなるんです。やっていきましょう。よし。というわけで、元気ないもじゃげですけど、うん、はい、エクストラダンジョンの2個目、ヴィランシルの2個目、はい、うん、ちゃんと揃えてきましたよ。見てください。何か雷属性キャンペーンで、おお、リュートとシエラ。え、シエラ引き直し？シエラ引き直しました。おお、頑張った。なんと、うん、1回で来てくれた。へえ、びっくりした。本当はラフィルが欲しかったんですけど。あれ？ラフィルが来る前にリュートが来て、なんだよって思って1回気晴らしに3個の方を聞いたら、はあ、ああ、なるほどね、そっかそっか、おお、来た。へえ、という感じでございまして。だって星4なのかな、サイトも。シエラは星4で、リュードは星5からなんで、うんうんうん、はい、まあまあ、でも半減のね、シエラが星4なのはね、BB 溜まりやすいんで。溜まりやすい。そうなんですよ。で、リュード君がターンごとに HP 回復してくれるだけじゃなくて、火ダメ BB アップまでついてくれてるんで、うん、そうですね、うん、もうこの組み合わせでいいかなと。はいはい、確かに。いうんで、はい、これで挑戦してみたいと思います。はい、はい。で、前回元気だったもじゃげの頃から、うん、アップデート挟んで、うん、なんかね、財産もちょっと調整が入ったところらしいんですけど、うん、僕よくわかんないです。一応試してみたけど、どうなってん、いや、あんまり実感がよくわかんない。まあね、一目安なので、もしかしたら別になんか、うん、思いもよらない場所が変わったのかもしれない。そうですね。変わってないのかもしれないし、変わったかもしれないし。かもしれない。はい。わかんないですけど、はい、行ってみたいと思います。なんと、あら、ほら、え、三沢さんが体験がいるじゃないですか。え、そんなレベル99とか使うんですか？あの、これは関係ないじゃないですか。まあ、なんもない感じ。スフィアもつけれないし、うんうん、はい、体験でこのリーダースキルってことは三沢さんクリアしてますね。うん、記憶ないけどね。記憶ないとは。なんかいざなんか終わってた。なるほど。そのクエストでもらうリーダースキルを使うんですか？そういうこと言う。昔言われましたよ、僕は第二の試合の時にグラジーフレンドフレンドのグラジー使ったら、グラジー倒すのにグラジーはねえだろっつって。多分倒せるんですけど。まあね、はい、まあ、あの事故をよりね防ぐために。雷の、え、もちろんおすすめの職業は、フレンドおすすめは、僕的には体験が安定じゃないかなって思うんですよね。体験と自分は、自分は銃がガンナーが好きなんで。あ、なるほどね。あ、別にお好みでもある程度いけると、はい、うん、いけると思うんですけど。一応まず属性は雷にしとけばですね、はい、あれまだ女子、まだ女子なの。いや、もじゃげっこですよ今。アンドロイド3周年キャンペーンで配ってるよ、1個もじゃっこ、もじゃっこ、性別変更ダイヤ配ってるよ。金髪もじゃっこ可愛くないですか。行きましょう。はい、行きましょう。ということで行きたいと思います。はい、名字は何なんだ。もじゃもじゃこで、アイテムは、はい、あの麻痺使ってくるんで。ああ、なるほど。はい、キスケ薬と、あとリーダースキルは前回の EX1 同様状態上かかりにくくなるっていう。うん、なるほどね。で、まあ行きたいと思います。はい、はい。麻痺が、麻痺が決めるか、うん、前回のやつが1個目が清水で、こっちはキツケ、ね、つけ。さあ、というわけでボスまで来ました。はい、おっと、もじゃげ選手が BB 溜まっていない。おっと、ボスはゼクト。まあでも大丈夫、ゼクトじゃないぞ。ゼクトですかね。ゼクトじゃないです。ぽいけど狼つながりだけど違います。はい、はい、では1旦目、はい、1旦目。まあ、あの僕のパーティー、あのステータスアップ系が体験を除くといないんで、はい、この時に佐々木さんの体験が非常に役に立つ。ああ、さすが。はい、ということでいきます。はい、ステータスアップして、ダメアップして、して、
半減入れて、本当はもうおじゃけが打たれ打てればスパークダメージもアップになったんですけど、うん、まあいいです、うん、で半減だからもう全然、いやもう勝ったですね、勝ったですね、いや余裕ですねまあ2回ぐらい食らえばまあ溜まると BB もそうですね、スパークダメージと BC 獲得時の鶴岡にはあってで、ああいいですね、打って打って打ちまくって、こっから多分安定ですね、ほうじゃあできたまでカットちょっとギミックぐらいちょっとだけ喋らせてほしい、何かあります、2回ぐらい山あるらしいよ、あなるほど、あとあれと一緒で EX1 と一緒で、はいはい、5ターン目ごとにあるんですよ、うん、違うこれ3 3危ないから、あと間引いた、早速間引きましたね、ちょっとあんまり間引きましたよ、運がよろしくないですけど、そう今回は前のリムセラみたいに不条回復するやつはいないと、ない、運だね、はい、4ターン目ですね、はい、3 体験の何がいい、5ちょっと僕の話聞いて体験の何がいいって体験の何がいいってこう、はい、相手の攻撃力も下げてくれるんですよね、隠れて、ね、うん、それが入るとよりガッチガチですよね、うん、ということで、ガッチガチですね、5です、半減が溜まるのがいいですね、やっぱ、はい、で5で、はい、EX1 の時はあの自分の今の HP の 100% マイナス1のダメージをおそらく与えてるんじゃないかみたいなこと、そうですね、言ってたじゃないですか、はい、でこっちの場合はバフを消した上で結構強い攻撃を個別にしてくるんですよ、ほう、なるほど、なのでここで BB 使うともったいないんで、はいはい、リュードのターンごと回復もあるんで、ほう、まあ、結局みんな防御っていうのが僕の答えです、なるほどね、危ういようであれば回復薬でちょっと回復ってことですかね、そうですね、でまたバフ消してきて狙ってきたんで、まあ、半分ちょいあれば耐えられると、まあ、大丈夫でしょう、いやでも全然安定ですね、うん、ということでまた1ターン目に入ります、うん、もうやめだこ、はい、この繰り返し、今回のその HP の前回だったら75% とかの大技がありましたけど、なんか前と大丈夫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 、頑張って喋るとどうしてもねうずいちゃうんですけど、うん、EX1 の時と一緒で、うん、一緒なのかもしれないけど前半と後半であのすごく強い攻撃をしてくる、一応あると、ただ予備動作があってですね、うん、すごく分かりやすいんですよ、今から殴るぞみたいな、そう、なるほどね、来るからねっていう、やっぱ右ストレートでぶっ飛ばすみたいな感じの、どうかも優しいなと思って、誰にも伝わらなかったこのメンバーちょっとよく分からなかったですけども、今が3ターンですね、笹子ちゃん、じゃあね、子ちゃんが数えてくれてました、いや多分ただ腱鞘炎が痛くて手を押さえてるだけだと思う、いけはい、出ましたね、大きく口を開くっていう、あなるほど、分かりやすい、はい、もうすごく分かりやすいですよね、うん、で、それがどういう技なんですか、全体に結構強いのやってくるんで、ガードですか、ガードですね、マヒた、あれ3体マヒったよ、3体マヒましたよ、マヒマヒですね大丈夫か、3体マヒったよ、あまあ大丈夫です、あでもシエラいたから打ってもよかったのかもしれないですけどね、そうですね、バフ消しないんであれば半減ではバフ消しをされてるわけじゃないんで、うん、まあ、ちょっと防御しちゃいましたけど、ひよって5で5ターン目なので5ターン目なのでさらに大丈夫、ああ回復するね、そうリュードのやっぱりターンごと回復がなかなか優秀で、うーん、でバフ消されたところにリュードの BB も回復して、うん、出たし目出し現状復帰と、ということはもうあとは5ターンごとのそのバフ消しを対処しつつ、そうですね、もう一回来るその大きく口を開くで注意すれば終了、へえ、じゃあいっか、うん、じゃあここからもさよならまで、いや違う違う、せめて後半までカットぐらいで許してもらえると今年で一番息があったの、うん、ね、もういいかな、いつはもうライティースに使うの、そうなんですよね、ここで使いましょうか、今ちょうどシーラー溜まってないんでこういう時に使います、あーなるほどね、うまいなブレフロー、バカにしてんのかバカにしてんのか、無理しないで無理しないで危ね、今ちょっとラッキーでしたね、あー今使ってなかった、危なかったね、言ってでもさすがうまいわ、さすがだな、分かってるな、4ターン目、雷帝石の使い方すごい分かってる人、ね、絶対バカにしてるこの2人絶対バカにしてるよ、そんなことない、すげえすげえ、
はい、さあ今で4回目なんで、うん、危ない若干ですけどね。さあ5ターン目なんで、5ターン目で、まあ、どうですね。え、マジで大丈夫ですか。安定してる。本当だ、シーラが狙われた。まあ大丈夫ですね、1ターン目ですと。あ、若干リュードが使えない。今武士薬使うべきだったけど、まあいや最低限まだあるし大丈夫でしょうと。うん、死にも蘇生薬がある。ああ、オッケーオッケー、無理していいよ、言わなくても。オッケーオッケー。ということで2ターン目ですね。そろそろ2回目の大きく口を開くってやつが、はい、歯医者さんね。さあ口を開くか。さあさあ、まだだった。そろそろなんでね。まだか。まだ、まあ、もうちょっと、ね、我慢していただいて。さあここでいや、もうちょっとここでゼクトが、あの、僕が悪かった。何、僕が悪かった。何、もうちょっとかかるかもしれない。もうちょっとかかる、かかる、もうちょっとかかる、ちょっとかかる。そろまだ、まだ開かない、開かない。バイバイ。まだ早い、まだ早い、まだ開かないもんだって。そうそう、そろそろ来るから。4ターン目だから、そういうこと言ってると出す数えの忘れちゃうから。大きく口を開いてって言うと歯医者さんのことを思い出すんだけど、うん、痛かったら痛いって言ってねって。ほら、そういうこと言ってるから口開いたから。今でしょ、今だったでしょ、言うタイミング。ちょっと、あの仕事ですか。なんで、あの、痛かったら痛いって言ってねって言われて、口開けたまま痛いってそういえば言えないなと思って、はい、でその歯医者さんにへーって言われて治療された過去の記憶を思い出した。あ、なるほどね。今防御で無事シエラの BB がね止まってないけど、うまいな、シエフロうまい。あ、で今ちょうど5ターン目と大きく口を開くがかぶった。あ、カウンセルした、まさか。うまいですけど、そうですね、あのバフ消しがちょうど、いや全然意図してないんですけど、たまたまなんですけど、なあ、リュードが溜まってないけど徐々に HP 回復はまだついてると。ほう、打っていくと。なので、うん、これで山場は超えたので、お、安定ですね。全然別にリーダースキルがどうのとかではなく、そう、普通に、ね、攻略できそう。でも若干だとね、リュードが活躍しすぎてる感ありますけど、うん、リュードいいですよ。でこれでもなんかあとはスピード早めるためにアイテムを使っていっちゃうんでしょう。本当必要以上にしびれなければ、うん、ね、勝てますね、全然いけますね。なんかよくわかんないですけど、うん、あの大きく口を開いた時の攻撃で、うん、痺れる確率が高い印象があるんですよ。まあ、高確率の麻痺があるんじゃないかっていう、うん、そうですね。でそれが今回2回目のやつでほぼみんな麻痺なかったんで、おー、まあ、ラッキーじゃない。通常攻撃でも麻痺するはするんです。するはするんですよ、うん、ね、まあ、リーダースキルの効果もあってかなり確率が低いと。はい、いや、ブレフうまいな。何してんだろう。何してんだろう。してない。割と感心して見てる。うん、前回のやつも良かったし。ね。うん、これはモザゲのね評価がぐんと上がったんじゃないでしょうかね。ね、上がる。優しいコメント待ってます。5段目ということで。多分ね、あのモザゲが真面目にやってるのにね、茶化すんじゃねえよ、うん、バカって俺らが。ね、言われるね。言われてやばい。やばい。年内やばいわ。やばい。予防線張るの。ずるい。モザゲさんがちゃんとやってるんだから。邪魔しないでください。歯医者の話とかどうでもいいです。やばい、ズレーぞ2人とも、やばい、ズレーぞ2人とも、やばいやばい、はい、ということで、もうちょっとで倒せるんじゃないですか。すごい安定してるね。安定、これはもう5数えなくてもいいだろうと思っているのに、こう、ね、ちゃんはまだ数えている。痛いからやっぱちょっと、あ、そうか、検証も倒した。はい、おめでとうございます。お疲れ様です。やっぱ半減と回復いうと全然違う。うん、これほんとこの普通2ユニット手に入れるまでめっちゃ苦労したんですよ。倒せねえって思って、あ、びっくりした、あのすぐに引いたって言ってたから、うん、そっちだいぶ引くまではってことね、引くまではね。ということで、うん、経験値も入ってそしてハスクリア、これが Z4 が、あ、これがそのリーダースキルセフィアの材料だ ね、まあ、ここはネタバレになるんで、はい、皆さんの目で、はい、確かめていただいて、
いやー、はい、安定だね。安定ですね、うん、で取らせろっていうだけだ。作れる、作れ、ね、準備がいい。お、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、はい、ということで生成をして、はい、早速せっかくだからつけたいですね、うん、全捨て 25% アップだっけ。でなんか火ダメージに確率でビリが上がって、うん、ちょっと細かすぎて、通常攻撃時も確率でビビゲージとか、なんか急にすごく強いリーダースキルになったよ ね、すごいですよね、うん、いきなりだって星4ですもん。もうしばらくだってこれ以外いらないもん。いらない、あの、まあ、いつの間にか来るだろうけど、いろいろいつの間にか村で追加されてた星さんのリーダースキル、ね、スフィアを1個も作ってないのに。そう、なんかね、あとこれ作りやすいんだよね、これ作りやすい、あの スロットの余りとキー素材だからすごい作りやすいんだよね、うん、他のやつ星さんのやつの方がめんどくさい。そうなんだよね、素材集めが。確かに俺でも作ったよ、うん、頑張って。ということで、うん、個人的には1個目のやつの方が大変でした。はい、あとは、ね、うん、もしかしたらね、そのこれもその難易度調整が入ってるのかもしれないけど、ちょっとよく分からなかった。ちょっと分からないけど、うん、そんなに体感でね分かるぐらいの大幅な違いではないのかなっていう、うん、そうですね、まあ、きちんとユニット用意して、うん、まあ、やっぱねこの3部はコンセプト的にね属性を合わせて戦うっていうのがあるので、うん、ね、まあ、雷である程度いければいいんじゃないでしょうか、うん、はい、次を楽しみにしてます。はい、参考になりました、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、では今回はエクストラ2個目、はい、攻略だね、今回もね、攻略した、はい、でした、でした、はい、ではご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、バイバイ、はい、皆さんご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。チャンネル登録まだの方はぜひぜひお願いします。ぜひぜひ登録してください。はい、はい、コメントの方もね、はい、どしどし募集してますんで待ってますよ。はい、モザキが何でも拾います、触れてきます、積極的に、みささきさんとね、はい、はい、というわけでね、はい、何ですか、終わりですまたねバイバイ